アッケルマン条約、またはアッカーマン条約とは、1826年10月7日にブジャクにあるアッケルマン条において、ロシア帝国とオスマン帝国の間で結ばれた条約である。この条約によって、1812年に結ばれたブカレスト条約の内容が明確化され、ワラキア公国及びモルダビア公国はロシア帝国。 オスマン帝国両国の共同総主権下に置かれ、両主の選出には、両総主国の影響力の下で7年の任期で、選出することが義務付けられた。そして、さらに、ギリシャ人であるファナリオティスラが排除され、両公国の公には、ルーマニア人である貴族らが着任することになった。また、1821年のトゥドル・ラジメレスクの、起こしたワラキア放棄を、 オスマン軍が鎮圧した後、長期にわたって、オスマン軍は、ワラキア、モルダビア領公国に駐留していたが、アッケルマン条約によって、オスマン軍の退却が定められた。さらに、オスマン帝国は、ドナウ川の川港都,都市であるジュルジュ、ブライラ及びトゥルヌマグレレの支配権を、ワラキア公国に譲ることに同意した。その他、行政規定の作成と2年間の効能が停止され、 それまでのイスタンブールによる商業独占も廃止された。そして第二次セルビア放棄などによるセルビア問題についても取り組まれ、条約の第五項でセルビア公国の自治権が与えられ1813年に失った湿地も返還された。さらにセルビア人はオスマン帝国内の通行権も得た。後にオスマン帝国スルターンの マフムト2世によって、アッケルマン条約は破棄されることとなり、それが1828年のロト戦争の誘引となった。ありがとうございます。